チョウケイ女子です。さあ今回の動画では、まあ、J2 の、まあ、とあるチームを徹底的にこう特集してみようじゃないかということで、取り上げるチームがなんとザスパ草津群馬ということでなんで笑うとめっちゃ失礼なんですけどごめんなさい。なんかねめちゃくちゃやっぱマイナーなチームじゃん、群馬ですよね。で正直ね、全然動画を作るくらい派手なネタではないのかなと正直ごめんなさい思ってしまってはいるのと、ただまあ、よくよく考えたら、今年結構調子いいみたいなことは、まあ、見てるし、あと結構、我々、強いカナダさんにとっても結構鍵を握るチームでもあると思うし、あと結構動画を作ってくるみたいな声もね、結構いただいてたわけですよ。ね、まあね、あんまりこう再生数伸びんのやろうな、みたいな感じで、みたいな感じで、こう、でもちょっと重い腰を上げてね、見てみたわけです、試合をね、フルマッチ。そしたらね、めっちゃ面白くてね、そう。群馬やっぱこれ動画作るべきチームだなと思ったので、フットボリスタ会かに記事も出ましたし、大月さんのね、ちょっとこのタイミングで作ってみようかなということで、去年ギリギリ J2 残留したチームが、なぜ今年プレイオフ争いにまで、入ってきているのかということを、まあ、低予算でもいかに結果を残すかみたいな、そういったことをね、やっぱ群馬から学べるかなと思ったんで、ちょっと動画を作ってみます。で、今回の動画作るようになって、町田ゼルビア戦を見てみました。長崎のことはちょっとあんまり知らんっていうのと、時間もちょっと正直あんまないっていうのと、あと、町田ゼルビアが今年結構見てますので、わかりやすいっていうのもありますんで、群馬見て、その試合を見てみたんですけども、それ以外の、ね、7月以降の試合は一応全部ハイライトでチェックはしました。で、結論ですね。めっちゃいいチーム、群馬。で、ちょっと見てて好きになってしまいましたね。で、これは基本布陣だと思うんですよね、群馬の。町田ゼルビア戦の、Google のやつをお借りしましたけども、まあ、間違ってない、もし間違ってないとこあったら、ちょっとテロップで、解説はしてあると思います。まあ、間違ってないと思います。はい。で、まずやっぱ強さの秘密、2個分けてね、2つ分けて解説しようかなと思っていて、まずやっぱ守備でしょうね。守備はね、まあ、基本的に守備時442のブロックを組むんですけども、本当にやっぱね、結論としてね、簡単に失点しないっていうのはね、残留する上で正義なんですよね。去年やっぱり42試合で57失点もしてしまったということで、まあ、それ以上にね、多いチームっていうのは、まあ、我々強い金沢を筆頭に今年いくらでもあるわけですが、今年やっぱ失点数明らかに減ってますよね。32試合今やってますけど、30失点と。で、他のチームより2試合多い、2試合少ないか。少ない中でこの成績。で、この失点数30っていうのはリーグ4位ということで、相当素晴らしい守備見せてる。で、やっぱ試合見てましたけど、やっぱほんとミスが少ないですよね。これやっぱね、ハイライトだけじゃわかんないところであって、フルマッチを見なきゃいけないところ。やっぱね、ハイライトっていうのはやっぱチャンスをこう切り抜いて作ってるものなんで、ハイライトだけ見てたらわからないところなんですけども、やっぱこの、試合見てたらね、やっぱね、ちゃんとがね、なんかこう、やっぱ、守備が硬い、この、なんかこう、王道を超めっちゃいってるって感じのチーム。ちゃんと背後を見て、後ろの状況確認しながら、プレッシャーかけに行く。で、むやみに飛び出さない。で、ちゃんとこう、前の選手がこう、誘導して、で、それに合わせてスライドして、で、距離をこう、詰めて、ボール持ってる選手に対してはあまり自由にさせないように距離詰める。で、ライン上げる、コンパクトにする。ボールもし入れられてしまったら、前の選手が戻ってきて挟み込むっていう。まあ、この典型的、ですけど、まあ、地味ですけど、めちゃくちゃ大事なところ、基本的なことをちゃんとやってるなという印象。まあ、やっぱゼルビアとかなり近しいものを感じるなと、はい、思いましたね。で、強さの秘密二つ目。これがやっぱね、面白いところかなと思うのよ、今年。可変システムなんですよね。これはね、ちょっとデータを見てもらえればわかるんですけども、フットボールラボからお借りしたデータで、攻撃回数が22位と、全チーム中最下位なんですよね。で、シュートチャンスも21位。全然シュート打ってないと。はい。で、ただ、同時にね、非攻撃回数、攻撃をされている回数っていうのも一番少ない。ただ、平均で打たれてるシュートっていうのが 15.7 で一番多いと。非チャンス構築率も 15.2% で最下位。だからその、なんかね、攻撃回数も守備の回数もすごく少ない割には、なんかめちゃくちゃシュート打たれてるみたいな感じだし、でも、非ゴール、非シュート成功率っていうのはめちゃくちゃ下。シュート成功率なんか一番低いみたいな話があると。シュート打たれてるけど全然入ってないみたいな感じなので、まあ、要するに、このやっぱ明らかにね、ボールを保持することによって、
まあ、ピンチも減らす、ピンチを減らしていこうっていう考えのもとでチーム作られてるなっていう印象がすごくある。で、その中で打たれてるシュートをみんなでこう防ぐという、はい、感じなんだろうなと思いまして。で、群馬が何をやってるかと言いますと、守備陣442なんですけど、まあ、群馬青出するとね、こっからね、攻撃の時に右のサイドバックのエド、ね、川上道場のチーム、まあ、去年までヴォルティスにいた選手ね、俺結構見てて好きな選手だったんですけど、エドが1個上がる。で、センターバックこう3枚がこう、スライドして、左サイドバックの中塩が中残る。で、杉本がこのワイド取るみたいな感じで。で、このサイドハーフの選手が1個上がって、こんな感じなんですよね。だから、この擬似的に3-4-3みたいな感じを、作る時が多いかなと。で、これね、別に去年からやってたと思うの。俺の記憶が正しければ。去年からやってた印象はあるんですけど、今年なぜ急にこんなに完成度が上がったのかっていうのはすごくこう気になるところであるので、そこまではちょっと俺分かんなかったから、もし知ってる人がいたら教えてほしいかなと、はい、思います。で、特徴としましては、まずやっぱ、約束度が一個だけありましたよね。ここやっぱ大外に絶対に人張りましょうねと。ここはもう間違いなくあるかなって思いまして。で、時々ね、3枚と2枚プラス、この5枚でこう分かれる、こう中央と、後ろと前が完全に分かれる時が結構あるんですよね。そう。で、こっからこう、擬似的に、外張ってる5バック、5トップ作って、で、こっからこう落ちて、タイミング合わせて、こう、突破をしていくみたいな感じの、あれがあるのかなと、はい、思いました。そう。だから、ここはね、ちゃんと張ってやって、それ以外はかなり柔軟に張ってやってる感じ。で、もしこれ、エドとかが結構中入ってくる時もあって、その時にはこの佐藤の選手がかなり外張ってるみたいな。佐藤か。右、だから10番の佐藤かな。が張ってるみたいな印象がある。まあ、とにかくこの横幅は絶対誰かしら取りましょうねっていう印象があって、それ以外は、まあ、まあ、結構柔軟に好きにやっていいよみたいな感じなのかなって、はい、思ったら見てますね。だからこれ逆にこれが捕まえづらくなってる、のかなと、はい、思いました。で、二つ目としては特徴の二つ目。センターバック3枚とダブルボランチのこの距離かなり近かったですね。センターバックがね、なんかね、本当になんか、全然ペナ幅じゃないぐらい、もっとペナ幅を超えないぐらいに狭くて、結構セオリーで言うと、センターバックは幅広げて、捕まえづらくしましょうねっていうのをやってると思うんですけども、そういったことあんましてなくて、町田戦では。かなり狭くて、で、なんかボランチも狭くて、ここら辺に結構人集めて、もしこう食いついて来させるみたいな感じの意図があるんだろうなって、はい、思いました。多分、俺が見てて感じた意図はそれ、なのかなと思って、うん、でもやっぱりやってることとしたらね、疑似カウンターでしかないんですよね。結局前に出てきてくれないと、攻撃なかなかしづらいっていうのがある。で、これ出てきてくれる方が、捕まえやす、に来てくれる方が、まあ、やっぱ、スペースが空きやすいから、ここでこう、一発飛ばせばカウンター打てますよね、みたいな感じになるから、それを狙ってんじゃないかなと、はい、思います。で、それがやっぱうまくいかない時が多い。で、やっぱね、これ、守る方としてはさ、難しいところと簡単なところが、まあ、やっぱ完璧に分かれてるわけで、守るのが簡単なところはやっぱここですよね。ここめっちゃ簡単なんですよ。だって出ていかなきゃいいんだもん。ダブルボランチ消しといて、センターバック3枚がこう、パス回してるところに、タイミング合わせてこう出ていって、で、誘導してみたいな感じでやれば、まあ、そんなにこう守るのは難しくないかなっていう感じ。まあ、なんなら3人ぐらいでこう、5人見ることもできるぐらい距離狭いのかなと思いました。まあ、これが他の試合だったらどうなるかちょっとわかんないんで、そこ知ってる人がいたら教えてほしい。ただ逆に難しいのはここなんですよね。これサイドハーフが出ていくと、釣り出されてね、出ていくとやっぱここがね、シャドウとかも見ると難しいから、一人で二人見なきゃいけないみたいな状況にもなりかねないので、ここがね、やっぱゼルビアだったらここちゃんと出るから、めちゃくちゃこう連動高いから、崩せなかったんですけど、他のチームだったら多分崩せるのかなっていう、はい、感じの印象は受けました。だからやっぱ相手としては出ないっていう選択肢ができるっていうのがやっぱこの 0-0 だったりとか、まあ相手がリードしてる状況だと出ないっていう選択肢取れるからやっぱここ固くなる。だから先制点がすごく群馬としては大事なサッカーなのかなって、はい、見てて思いましたね。で、やっぱこれね、やっぱね、とにかくね、なんかね、選手たちがね、楽しそうだったのはちょっと印象的でしたね。俺としてはね。やっぱしんどいだろうけど、楽しくサッカーやってんだろうなっていう感じは、はい、してみてました。で、そしてやっぱこの、まあ、群馬をこう語る上では、やっぱ、長倉が結構重要だと思うんですよ。で、7月に、長倉って、本当に成り上がりの選手で、まあ、ちょっと前までは、関東リーグでやってた選手なの、別にプロでもなかったんですけども、まあ、大月さんに、この引っ張り上げられて、来たみたいな選手で、で、その、長倉がですね、めちゃくちゃ良かったのに、7月終わりにか、
数少ない技術で、質を高められる、違いを作れる選手だったんですが、J1 の新潟に、引き抜かれてしまいましたので、やっぱそこが結構きつかったんですけども、先週長崎に負けるまではなんと11試合負けなしと、まあでもね、このサッカーをしてるとやっぱ絶対にこの資金力っていう、資金力という壁がね、絶対立ちはだかるんで、一番の障壁として、他にもいっぱい障壁がある中でやっぱ一番の壁は金。っていうのがあると思って、やっぱそのさっき言ったように相手が引くっていう選択肢をすると、やっぱそこを崩すのは、質でしかないんですけども、やっぱ長倉みたいな選手は引き抜かれていくし、みたいな感じにもなるし、そう、だからゼルビアだって、その全然こう突っ込まないみたいなね、相手のビルドアップに突っ込まないみたいな選択肢をしてたわけで、で、群馬のチーム人件費っていうのは去年のデータにはなりますけども、J2 で下から5番目ということなんで、やっぱりこの、やっぱ質で守りきられる相手にはやっぱ膠着して引き分けに持ち込まれるみたいなシーンがすごく多いのかなと、はい、思って見てました。で、今年はね、やっぱね、そんなにね、あんまり変わんないのかなって、人件費上げてるわけじゃないと思いますから、そう、でもまあ、この試合、でも群馬がでもこの人件費でここまでの成績を収めてるのは本当勇気もらえるしすげえなと思う。で、そんな中でちょっと気になった選手としてはやっぱいい選手いっぱいいまして、もうとにかくやっぱでもね、まずはゴールキーパーくしびきじゃない。くしびき多分もしかしたら過去一いいんじゃないかなと思うし、素晴らしいパフォーマンスしてますよね。で、守備でももちろん素晴らしいんですけども、攻撃面。こんなキック蹴れたんやみたいな感じの印象すごく受けるぐらい、超キック上手くて、どんどんパス、縦パス差し込んだり、逆サイドこう蹴り分けたりみたいな。びっくりしましたね、くしびき。あとは、10番佐藤亮とかすごく上手だし、6得点でチーム内得点をっていうのは、まぁ、ちょっと寂しい気もしますけども、まぁ、でもやっぱ左足のクオリティは超高いし、あと左サイドバックで、こっから攻撃の時にはセンターバックの左に入る。結構戦術的なキーマンとなってる中潮、めっちゃいい選手で、ダブルボランチの天笠と風間、ほんとプレッシャーある中でも全然こう、奪われない正確な技術を持ってる選手、本当ミスが少ない、この選手たちがやっぱかなりこう生きてるなっていう印象はありますね。さすがは白石麻衣を生んだ県ということで、本当に素晴らしいサッカーを見せている。で、我々制限にとってはめちゃくちゃ実は重要なチームで、あさっていわき、そして来週はレノホ山口の試合が控えていると。頼むからこいつらを倒していただきたい、群馬にはね、本当に。で、ほんで、勝ち点6稼いでいただきまして、その後に来る制限戦では、勝ち点3を我々にプレゼントしていただければ、めちゃくちゃ嬉しい、ところであるし、そうなったら、もう我々としてはね、今まで、どんどんね、監督もそうだし、選手もそうだし、群馬から引き抜いてるのが制限なんですけども、制限は今、本当に、もう、話にならんぐらいひどい、情けないパフォーマンスをしてしまっているわけですから、本当に群馬のちょっと力をお借りしたいなと思いますね。はい。頑張ってください。以上、ご視聴ありがとうございました。チャオバイバイ。